STB リモコンの操作ができなくなった場合の対応方法についてご案内いたします。動画で使用している STB はパナソニック製 DCH521 を参考例にしています。動画視聴時の注意事項は以下の通りです。1、STB の電源を確認する操作手順について STB の電源を確認してください電源が入っていない場合は電源を入れてください 2STB をリセットする操作手順について STB の電源が入らない場合リモコンが反応しない場合は STB をリセットしてください リセット操作後、約30秒程度お待ちください。3.STB リモコンのテレビ、STB 切り替えスイッチを確認する操作手順について。STB リモコンにテレビ、STB 切り替えスイッチがある場合は、STB 側に切り替えてください。4. 入力切り替えをする操作手順について STB リモコンの入力切り替えボタンを数回押しケーブルテレビの入力に切り替えてください5チャンネル変更ができるか確認する操作手順について stb リモコンのチャンネルボタンの上を押しチャンネル変更ができるかをご確認ください stb リモコンの問題が改善されない場合は stb リモコンの操作ができない場合の対応方法について後編をご視聴ください改善しない場合は ケーブルテレビと山技術サポート窓口にお問い合わせください。